大根島は島根県の東部の中海に浮かぶ島。島の大きさは東西に 3.3km、南北に 2.2km 程度で、面積は約6.78平方キロメートル。隣の江島と共に火山島である。いずれも松江市に属する。大根島は中期更新予の約19万年前に形成された小規模火山である。 著しく年性の低い玄武岩溶岩であり極めて緩やかな山体を成している。島の中心部に標高42.2メートルの大塚山スコリア級がある。この大塚山を除くと大根島火山は標高25メートル以下、傾斜3度以下である。現在は島だが噴火当時は海面が低く陸地であった。中海周辺の衛星写真、中央の島が 大根島。中海と大根島。手前は、境港市街。1976年の空中写真。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。隣の江島と共に、八塚郡八塚町を構成していたが、平成の大合併によって、松江市八塚町になった。2004年には、 東隣の江島と鳥取川の境港とが全長1446メートルの江島大橋で結ばれた。この江島や西の松江市街方向からは道路を兼ねた堤防で結ばれている。大根島のある中海では中海管拓事業が計画されていたが2002年に中止された。農業ではボタンの苗木栽培が盛んであり、年間約200万本が生産され、 日本の生産量全体の8割以上が大根島で生産されている。牡丹栽培以前からこの島の農業の中心であったのはお種人参の栽培で、生産量では長野県、福島県に次いで3番目が島根県である。栽培は江戸時代中期の法歴年間に施策を行ったことが始まりとされ、松江藩の財政を潤したと言われている。しかし近年は、 大根島を含め、いずれのお種人参産地でも、農家の高齢化とともに栽培面積が激減している。大根島は、透水性の良い岩石や地層があるために、淡水レンズがあり、地下に豊富な淡水がある。1939年7月の山陰地方の大干ばつで、島根県下のほとんどの農作物が被害に遭う中、大根島では水不足は起こらなかった。 波入りの海岸では溶岩の隙間から淡水の湧水があり、これは島根県の名水百選に指定されている。奈良時代に書かれた出雲国風土記には、きつの岬のタコを捕らえた大鷲がこの島に飛来したことにより、タコ島と名付けられたとの言い伝えが紹介されている。タコから太にそして大根と変化して、今に至ったと考えられている。 一方、人参を大根と呼びかえたのが島の名の由来という説もある。なお、有機道は1952年に天然記念物から特別天然記念物に格上げされている。有機道は現在立ち入り禁止で、流景道は事前に八日公民館への連絡が必要。洞窟内には岩ため倉ちびゴミ虫という大根島固有の生物が生息している。 有志園の日本庭園、ありがとうございます。